あれなんで来ないの照明。ふたが来い。はい。何ですか。元気。あ、元気です。何？え？何そんな他人行儀な。怖いじゃん、だって。今日は。はい。ビジネスカップルについてちょっと話して。ああ、なるほど。はい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 。今後の展望について。はいはいはい。頑張れ。どう、まあ一応やってますけども。どうですか？まあ楽しいこともあり、お互い苦なこともあり、新鮮でしたね、とても。だって、ももかちゃんね、男と絡まないもんね。そう。絡む機会になったみたいな、男の人と。ああ。うん。それでどうしていきたいのっていう。ああ、どうしていきたい。家族はどうしていきたい。俺はやんなくていいかな、やんなくていいかなみたいな感じではあるね。うん。それはそう。まあまあまあ。俺の一番でかいあれとしては、うん、でカズマモっていうのを定着させたんじゃなくて、その辺で3人でやりたいっていう。ああ。結構カズマモの動画多かったね。ああ、いいね。まああれもあれでさ、結構なんか面白いコンテンツだったと思うわけ、うん、俺は、うん、まあ、思うんだけど、せっかくならやっぱね、3人でね、わけあれやっていきたいなっていうのは、なんかね、せっかくだからね、3人いるんだからね、うん、その3人でわけあれを取るなら、完全なわけあれを取るなら、俺はね、ビジネスカップルなんて捨てちゃっていいかなと思う。思うし、あ、今もでも続けるカットだったら、うん、うんっていう。流行りに乗ったって感じはあるよね。それはそう。流行りにとりあえず乗ってみたみたいな。うん、あとね、俺らが恋愛に合わなすぎるってところある。それはそう。多分ね、例えば俺と桃香が男女としてお互い見合って、うん、ちょっと好き同士だったら、うん、もう割となんか。それだったらよかったね。楽しいしやったかもしれないけど、あ、なんか別に恋愛としてのお互いへの興味がもうほぼゼロなんだよね、うんうん、ちょっと苦痛なところがあった。あったあった。まあたまに喧嘩する、喧嘩っていうか喧嘩はしないよ。喧嘩はしないな、なんだろうな、たまになんかお互いはみたいな時あるけど、イライラがあるんですね。もう8割ももかが悪いんだけど。違う。なんかその、多分ね、本当に似た者同士なんだよ。お互いプライド高いし。そう。お互いに負けず嫌い。変に負けず嫌い。プライド高いの、お互い。だからそれで、お互い高すぎて。いや、でも8割ももかが悪い。違う違う。8割ももかが悪い。どこもどうするのっていう、ちゃんと真剣な話してたのよ。はい。やっぱ、ももかの中では、もう終わっていいんじゃないかな。確かに。それは家族の話だ。僕はね、多分ね、久しぶりのね、ももかと同じ意見になってるっていうところなんですよね。なかなかないから、ね、同じ意見になる。ベストだよね、これが多分一番。今後もやっていきやすいと思うな、そっちの方、うん、ちょっとね、疲れちゃった、うん。疲れちゃったし、多分ね。楽しかったけどね、でもね。やんない方がいい。もっとよりいい関係になるけど、うん、別に仲悪いわけじゃないじゃん今も、うん、まあ、お互いイラつくことあるかもしれないけどいや間にルリがいるのがマジで強いね。強い。俺らのじゃあ言い合いしそうになったらすぐ入ってくるからリリちゃんこのまま持ってくるこれはみたいな。だからやっぱ3人でね和気あいあいやっていきたいっていうのはあるよね。そうそうそう、もう俺らが楽しかったらみんなも楽しいし、見てる側もそう。本当に楽しんでる人の動画見るのが一番だよ。まあもう出会ってまだね4ヶ月ですね。4ヶ月だからね。まあでもなんか痛いほどももかのね感じは分かってきたよ。でも4ヶ月でここまで打ち解けるのうちすごいと思う。上から見せてめっちゃすごいと思う。私についてこれるんだ。うちがすごいと思うって言ってるのさ。うん。4ヶ月だもんね。1年も経ってないもんね。解散しますか。はい、こんな感じですかね。感じでいい、うん、ゆるい解散で。へんてこりん。この度、松本和幸、田川桃花はビジネスカップルを解消します。
はい。ね、そんなね、悲しい話でもなんでもないんで、はい、思い出話しますか、ちょっと。はい。エンテゴリーズっていうね、YouTube を4ヶ月前に結成して、で、そこからね、ビジネスカップル的なものをね、まあ、流行りに乗ってみて、とりあえずやってみたんですけども、はい、恋愛的なね、ドッキリをやったり、はい、イチャイチャしたりしたけどね、思い出すといろいろ懐かしいね。懐かしい。4ヶ月前とは思え。うん。濃いね、本当に、4ヶ月は。お互い、どうしたどうしたどうした、はい、なんでクッション取ったの。まあお互いね、やりたいことがあったり、まあ、いろんな思いとかがあったりして、はい、まあこの4ヶ月とりあえず続けた、うん、ね、ビジネスカップルというものをね、もうきっぱりやめてしまおうみたいな、はい、考えに僕らはね、はい、至りました。至りました。はい、別に仲悪くてやめるとかそういうわけじゃない。そういう誤解はない、ね、生まれないでください、ね、全然ね。わっやばっ、お前はどんどん上に上がってくる。頑固ちゃんよ、お前マジで。なんか言ってよね、頑固ちゃんってキャラクター、モモカみたいなやつで口が悪い。3人で仲良くやりたいってのが俺の中で一番でかくて、うんうん、まあそうだよね。カズマも最近本当に多いもんね。リリちゃんとあまり一緒に動画撮れてないけど、でそこも話し合って、まあ、そういうことになりましたということで、はい、受け入れてください皆さん、はい、はい、ありがとうございました。これからね、3人でね、はい、ワクワクドキドキチャンネルやっていきましょう。なんでそれワクワクドキドキチャンネル急に何3歳児向け動画みたいな、死ぬ。まあ多分ね、楽しいよ、多分面白いよ、うんうんうん、そっちの方が ね、そう、お互いなんか気使わないでいけるから、全然気使わないでいける、うん、楽しみにしててね、一回やめてきあ、口悪っ、口悪っ。はい、ということで、はい、まあ、こっからもね、頑張ってやっていきましょう。へんてこが終わるわけじゃないのでね、うん、そうやね、ここのなんか、ちょっと下ペペってのが終わるっていう、ペペしばくぞということで、はい、じゃあこれからもへんてこりずよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ、よろしく、よろしくお願いします。